going down.1ケースに、新たなプロジェクトが始まりました。こちらの GR86 を使ってですね、つくばの GR86 最速を目指すという、まあ今現状ではですね、誰もつくばでこの GR86 でタイムアタックとかしてないと思うんですが、まあ今から1年ぐらいかけて、まあ各いろんなショップメーカーの方がですね、つくばで、レコード合戦をすると思うんですよね。そこでですね、1ケースはまあいろんな仕様、まずはそのベーシックな NA ノーマルっぽいところからですね、徐々に仕様を変えていって、まあ、最終的には1番を取るというプロジェクトが始まりました。まあ、今日そのシェイクダウンに、袖ヶ浦フォレストレースウェイに来てますが、今日はね、まあ、まるっきりほぼノーマル、足とタイヤ、ホイールとブレーキと、マフラーとデフ、バケットシート、それだけで、シェイクダウンしました。12月の頭に行われる、レブのスーパーバトル、そちらにですね、まずは走ってみて、そして、周りのライバルたちの動向を見てですね、まあ、周りのライバルたちのまずちょい上を目指して、で他のところがもっとやってきたらもうちょっと上行って、でさらに周りが持ってきたらもっと上行ってっていうふうにですね、常にですね、1ケースが1番を取ると、まあ、勝手に今僕はそう言って言ってますが、そんな感じで、今から1年間いろいろこの車を使ってですねやってきますので、ぜひHKS のホームページ、YouTube、ご覧になってチェックしてみてください。